今のこうムツゴロウさん知らないかもしれないですけどムツゴロウさんって、えー、忍耐強いって得な性格だと思いますかそんな性格だと思いますか忍耐強いと臆病をごっちゃにしてる人多いんですよ例えばじゃあなんかすごい怖い人がいて怒られていて怖いから言い返さないって忍耐強いじゃないんですよ怖がりなんですよ ただ、その自分が怖がりだったり、その相手に対して言い返せないっていう弱さを忍耐強いという長所であるって言って、自分をごまかそうとしてるんですよ。でも、あのごまかしてもあなたが弱いというのは事実なんですよ。 なのでもう弱いって認めた方がいいと思いますよあ、俺言われたらもうへこむしなんか大きい声で言われたら身がすくんじゃうから弱いやつなんだって認めた方がなんか俺って忍耐強いんだみたいに思い込むよりももうちょっと先の対応の仕方が決まったりしますよ大きい声で怒鳴られるとそれに対して自分が萎縮しちゃうんだったら直接話をしないだから相手が怒りそうな時はメールで送るとか電話で送るとかそれを避けようっていうアイデアと行動にそれが変えられる れるんですけど、正しく自分の状態がどうなのかって把握ができてないと、その対応ができなくなるので、あとなんだろうね、本当に忍耐強い人選手権で行くと、どうなんだろうな、やっぱね、ムツゴロウさんはすごいよね。今のこうムツゴロウさん知らないかもしれないですけど、ムツゴロウさんってライオンに自分の指食われてても笑顔でおうよしよしっって言ってたんだよ。 ライオンが離れたらそのあムツゴロウさん中指なくなってますよって言われておーそうだねみたいなえ中指食われてなんでこの人平気なのっていうなのでムツゴロウさんは忍耐強いですなのでもし忍耐強いって自分で言えるんだったら中指なくなっても笑顔で笑ってられるぐらいになってから言ってくださいムツゴロウさん単なるやべえやつじゃんムツゴロウさんはねマージャンの薬満全部上がってるんですよ一番最後に上がったのが何だったけあ私下薬満っていろいろあるんですけど 小さが一番最後だっけとりあえずあの役丸って普通こんなんできねえだろうみたいな高得点の役が麻雀になるんですけどそれを全部やったっていう結構有名な人ですアフリカで肉食動物に殺されたいと思っていたんですが日本の土地に生まれた時点でその考えを間違ってると思うに死に場が見つかりません肉食動物に殺されるのって結構難易度高いんですよね。 そう簡単に会えなないいんんでですよ肉食動物って少ないんでアフリカの僕そのサバンナのツアーみたいな感じ行ったんですけどライオン会えなかったんですよね結局その東京都23区ぐらいの面積のところにライオンのグループが1グループしかいなくて2 0キロぐらい先で見たらしいぞみたいなの言われて行くけどもういないみたいなそんな感じで肉食動物ってかなりレアなんですよ。動物園行けようそうですねあの ムツゴロウさんがライオンに指食われたのは動物園でしたね。はい。課題実験で気水域について調べてます。塩分濃度や成分などを採取し計測しているんですが、それを調べることで何に役立つのかからなければなりません。何に役立つか思いつかないので、役立ちそうなことを教えてください。えっと気水域でしか生活できないようなムツゴロウみたいなあの生き物がいて食べると美味しいよねみたいなのがあるので、気水域っていうのがじゃあその塩分濃度と成分っていうのが再現できるのであれば、ムツゴロウの養殖も可能。 そうだよねとでムツゴロウってすげえ美味しいらしいんですけど僕食べたことないんですけどその宮崎県の干潟とかに住んでる、まあ、ハゼみたいな生き物でなかなか取るのが難しくて美味しいらしいんですけどああいうものが食べれるようになるっていう条件を満たすためにはそこで塩分濃度だったり海水の成分だったりっていうのが完全に再現したらいけるのかそれとはまた別の何かが必要なのかみたいなのはちゃんと調べないとわからないのでムツゴロウを食いたいからっていう目的にしてみてください。 えー、カワウソを駆除しして食用利用利ていますカワウソ捕まえて食べる方がお金かかるんじゃないですかね。なんでじゃあ人間は牛とか豚とか鶏とかっていうのをよく食べていてでそのじゃあライオンとかトラとかの肉を食べないかっていうと例えばそのライオン1頭が大人になるまでに大体なんか牛100頭ぐらい食うらしいんですよ。 牛100頭食ったライオンを食うってことは価価格格的にに牛100頭分の価格になっちゃうんですよね。なのでそれだったらその肉食獣のライオン食うより牛食った方が安くねっていうので基本的にその人間って草食動物を食った方が安いんですよ。 ジビエって言われる、そのなんかあの、普通にじゃあ、あの、山とかに生きてる生き物食べますみたいなのが、まああの、イノシシとか、あの、ハトだったりとかってフランスでまあ食べる料理があるんですけど、まああれはたまたまその、あの、育ててるわけじゃなくて、山に行って取れたものをその、打ってと、あの、食べるとかなので、そこまでコストを考えなくていいんですけど、まあ基本的に牛とか豚とかだとその育てるコストがあるので、そうするとまあ、草食動物の方が安いよねっていうのと、で、結局その牛とか豚とかを食うぐらいだったら、牛とか豚とか を育ててる草を食った方が効率いいんじゃねっていうのでまあ、ベジタリアンの人っていうのは肉を食べるんじゃなくてその草とかを直接食べるっていうのを選んでたりするんですけどちなみにその豚とか牛とかだとあの育てるためになんかわざわざその飼料を用意したりとか何かあの牧草を用意したりとかってこそわかるんですけど鶏とかの場合をそのタイだったり東南アジアとかの場合ってとりあえずなんか適当にほっといてほっとくとまぁニワトリって勝手に餌見つけるんですよ 土の中を掘り返してミミズを見つけてみたりとか何かそこら辺に落ちている虫を食べたりとか虫とかミミズとかでもそれなりにその肉になってくれるのでなのでニワトリっていうのは割とその育てる効率がいいんですよね。 あのビル・ゲイツさんっていう一時期世界で一番大金持ちだった人っていうのがいるんですけどその人が東南アジアとかの,あ,のあんまりこうお金を持ってない国とかを支援したいっていうのでの鶏を育てるっていうのをあの教えてあげてその日おを配ってで、まあ、鶏ってそのほっといても餌勝手に見つけるので勝手に見つけてで卵を産んでくれるとなので勝手に餌を拾ってきて勝手に卵を置いてってくれるってすげえ便利なき物なんですよ。 でまあいざとなったらまあ肉食ってもいいっていうのでこうにわとりをいっぱい育てるっていうのをやってたりするんですけどパーカー落ちましたはいすいません確かに、ね、鶏世界で一番多く作ってるのはタイカなんかの会社で世界の食肉のなんか結構大きなパーセンテージをその会社がになってるみたいなのどっかで見た気がします、えー、100日後に食べられるニワトリというチャンネルを開設しました多くの人に見ていただきたいんですが何か良い方法はありますか、えー、あとひろゆきさんからも100日豚さん怒らないでと一緒にお願いしてほしい日を えと残念ながらパクリーというかもうその100日後に食べられる豚の企画を見てやろうとしているっていう2番線時間が完全に伝わっているのであの残念ながらうまくいかないと思いますまあ多分似たようなことやってる人もちょこちょこいると思うんですけどでもしやるんだとするともうその,あの話題になるぐらいひどいことをしないと多分いか増えないと思うんですよね。かかわわいい鶏ですそのかわいいでですすひよこですとか言っても、まあ、似たようなことやる人いっぱいいるのであっそふーんっていうね登録もされないと思うのであの100日になる前にもう食っちゃったっていう。豚って 素人が解体するの違法な,んですよなのであのちゃんとその解体できるところに持ってって解体してもらわなきゃいけないんですけどただ解体しないで食うには合法なんですよなので例えばじゃあヒヨいますっていうのでそこがバクって噛みついて食ったらそれは合法なんですよなので10日後にひ,あのひよこ食いますって言ってそのまま噛みついて食ったとしたらそれはそれで法律上問題ないんですよひよこ食おうが卵食おうが鶏食おうがその生き物を殺しているっていうのは変わんないじゃないですか 100日後のニワトリみついて食うの難しいと思うのでひよこぐらいだったらいけるのでその10日後にひよこを食うっていうのをやると多分すげえ話題になってバッシングされると思うんですよね。でそれで再生数伸びると思うので今度20日後にやりますとか30日後にやりますってだんだんこう伸ばしていくっていうのをやるとその間に動画を見続けるじゃないですか。っていうあの世間で話題になる方法を取るといいんじゃないかなと思います。 昨日、小学生から飼っていた犬が死んでしまいました。今、かなりしんどいのですが、子供の頃からペットを飼うのにメリットあると思いますか？まあ、僕、こうペット飼うのやめたんですよね。ハムスターを飼ってた、まあ鳥飼ったりハムスターを飼ったことあるんですけど、まあ、ハムスターが死んで以来、僕、ペット飼うのやめたんですよ。で、あれがなんだろうね。メリットかと言われると、ペットを飼うと死ぬから飼いたくないっていうことが分かった。ペット好きって言ってるやつは。 とか死んだ時にすぐ次の買うじゃないですか友達死んだら新しい友達できたやったーみたいな人はまあいるのかもしれないけどあペット好きってそういうことなのねっていうのが割と僕は分かったのであのペット好きっていう人がなんか動物好きとか命を大事にって言ってるのは結構僕信用しなくなってますね、はい、それがただメリットなのかって言われるとちょっと微妙ですけどねはい。と猫が好きで猫のペット動画とかよく見てるけど天国へたち旅立ちましたって感じ 亡くなったペットの猫をね動画でアップしてるたまに見るけど死んだ姿までアップしなくてよくないって思うけどいどけどもあ僕もそう思うんですけど僕の知り合いの死んだ魚の目をしているヒゲなんとかさんが飼ってた犬の死んだ写真をまあそれ見せてもらったんですけどなんかよくわかんないですよあの感覚。なんか例えばその友達が死にましたっつってお葬式とかで棺桶の写真携帯でパシャパシャ撮らないじゃないですか。 東京と北区赤羽だと、それ撮らないんですよ。その庶民の方々の文化はわかんないですけど、北区赤羽の方々って基本的にはあの礼儀作法とか、あの、マナーを存じてますので、その人の観音形の写真は撮らないっていう、まあ、四国当然の常識が理解できてるんですけど、例えば、あの、他の地域の方、足立区とか板橋区の方だと、まあ、やるのかなと思うんですけど、いよよルさんは、その、死んだ犬の、こうなんか、あの、 犬ののペットの仮バカな,なんかそこの写真を撮ってるっていうのをこう見せられてあやっぱりちょっと民度の低いところ出身の方はそうなのかなと思いました「えー、以前ひいおやじの死体を撮影したいと言っていました」って話ですか言ったっけひいおやじさんが昔飼っていた犬のチャッピーの死体の写真を撮ったっていうのを彼が言っていたのでじゃあ僕はひいおやじさんの死体の写真を撮ってあ僕の飼っていたペットのひいおやじだよっていうそういうネタかな、はい、ペットとかか飼ってるんですか 小学生の時にハムスターを飼っていて死んだのでそれ以来飼ってませんだってペット死んだ時に悲しいじゃん